い、どうも、ケニーです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラショーやっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、まあ、去年の 2.5 周年の、まあね、動画とか、まあ、ちょっと遡ってですね、まあ、画像をちょっと拾ってきまして、まあ、こういう感じで来てた。あとはですね、まあ、皆さんが気になる復刻ですね。はい。で、こちらの方をちょっと話していきたいと思います。うん。まあ、去年どういう風にあったかがね、ちょっと分かればね、多少なりとも今回どういう風に復刻が来るのか多分皆さんもね、推測できると思うので、まあ、ぜひともね、楽しんでいただけたらなという風に思います。それでは、行きましょうと。うん。で、まずはこちらですね。もう今来てる、2.5 周年アニバーサリーガチャ第1弾ということで、まあ、もう今ね、3.5 周年の、まあ、第1弾もこう来てるんですけども、うん。まあ、こういう風に、第1弾として、まあ、来てきたと、はい、いう感じなんで、まあ、こういうね、フェスキャラは、またもう皆さん興味ないと思うので、まあ、ここら辺で終わりたいと思います。はい。で、一応ね、続いてきたのがこちらなんですよね。かけら付きの、フェスガチャ。うん。まあ、なんで、まあ、フェスがね、当たるし、かけらもらえるし、みたいな。まあ、ただピックアップなんで、まあ、このキャラたちが当たるっていうだけなので、まあまあまあ、あんまり引く人いなかったんじゃないかな。うん、っていうふうには思います。まあ、かけらがちょっと魅力的なんですけどもね。はい。まあ、200個ね、出してね、40個しかもらえないんだったら、ちょっとゼロね、2つぐらい足らないと思うんで、まあ、多分皆さんね、引いてないとは思います。ただね、ここで気になるのがですね、左上にちょっとチラッと映ってるね、超バウンティーフェス、ロジャーですね。はい、こちらになってきます。これがなんと、そうです。7月22日、超ワンピースの日記念スペシャルと。はい、いうことで、もう超の読む場所が間違い取るっていう感じなんですけども。はい。7月22日に、この、ロジャーの復刻が入ってきたと。うん。ってことは、あと、10日したらそうですね、ワンピースの日の記念、7月22日を迎えることができるので、しかも今年なんか、ワンピースデイみたいな、感じで、かなり広告を大々的にこう、打ってるので、かなり、ダイヤ、そしてですね、復刻、ロジャーだけじゃないでしょと。うん。もしかしたらここでロジャーとおでんくっついてくる可能性、俺めちゃくちゃあると思います。はい。まあなので、そこ楽しみにしていけたらなというふうに思うんですけども、なんと去年もロジャーの後に来てるんですよ。そう。光月おでん。これがなんと4500分特別開催ということでですね、もうこの3日4日でね、お前ら早く引けよっていう感じでね、めっちゃやってきたと。で、まあ、この後にですね、まあ、赤犬、2.5 周年の赤犬が登場という形になってくるんですけども、まあね、こう、せかしてね、まあ、でも、この時にゲットした人は良かったっすよね。結局殺されなかったんでね、おでんね。まあ、なので、まあ、こういう風に、来るパターンもある。ただ、今回、このおでんに関して言うと、書いてある通り、4500万ダウンロード記念なので、4500分っていう形を取ってたと思います。なので、今回はですね、ワンピースの日、かなり盛り上げてくるとは思うので、まあ、映画もあるしね。まあ、なので、俺的には、ロジャーと同じタイミングで、まあ、期間はね、ちょっと長めでやるんじゃないかな、というふうに勝手に予想しております。はい。まあ、なんでね、こちらね、来た際はですね、まあ、ロジャー、おでん、かなりの人気だと思うので、皆さんね、ガチャ頑張ってくださいと。で、この時はですね、一応、まあ、ロジャーとおでん、まあ、出たばっか、まあ、半年しか経ってないので、価値は変わってないんですね。ロジャーが確か1850個かな。で、おでんが、1500個っていう形になってくるので、まあ、チケットは、おでんは1万1000円でありました。ロジャーはない。はい、っていう感じです。はい。で、こちらがですね、今年から入ってくる、まあ、復刻がどういう風にキャラが出てきたのか。はい。皆さんね、ちょいちょい多分忘れてると思うんですよ。俺もね、動画遡って、こう、スクショしていくときに、こんなんあったっけみたいな感じで、こんな復刻してたっけみたいなね、めちゃめちゃあったんで、はい。まあ、もしね、参考になればいいかなという風に思います。で、まずはですね、1月1日に来たのが何って、ハッピーニューイヤーというと、同時になんと、ロジャーの復刻と、はい。いうことですね、まあ、新エースが出てこず、まあ、ロジャーの復刻来て、まあ、ちょっとね、エース出せやっていう声がね、かなり、まあ、あったんですけども、はい、この時の、なんと、ロジャーはですね、チケットが販売されてたんですよ。はい、まあ、なので、こちらが、まあ、1万1000円かな。はい、っていう形になってきます。で、まあ、1万1000円でなってる。あとはね、このね、
1日1回限定の超バウンティーフェス、これでさ単発でロジャーゲットできるって、これはねかなりね皆さん運試しされた方いると思います。これはねかなりいいと思う。うん、はい。まあということで、まあガンタンはこれが来てと、でこの後にですね、まあ赤犬の復刻も来たんですけれども、多分俺全く興味なかったんでしょうね。うん、その動画がなかったです。はい。まあ、なんで、ロジャーが来て、赤犬の復刻があったっていうのをね、今皆さん思ってもらえたらな、と、はい、いうふうに思います。はい。で、その後に、カイドウですね。はい、そうです。3周年としてカイドウが誕生と。うん。で、確定分が2250個だったんかな。はい。で、チケットだと、まあ、1万5000円とか、うん。まあ、2万弱でゲットできるという、キャラクターですね。うん。で、ここで皆さんに朗報です。はい、3周年の時もう忘れてると思うんですけども、今これダイヤ1080個じゃないですか。そうなんですよ、この日カイドウが来た日になんとダイヤが200個ももらえました。はい、まあ、なので今年のね 3.5 周年、もしかしたらねその日に、ダイヤ5000個ぐらいもらえる可能性全然あると思うので、皆さんそこワクワクしながらね、待ってもらえたらなというふうに思います。はい。で、まあ、カイドウもですね、この見てください、1日1回限定超バウンティーフェスっていう感じですね。うん、これもあったので、まあね、もう俺はそんなんもう毎日の単発で引いちゃうぜみたいな感じの人もいると思うんですよ。うん。で、まあ、泣く泣く最終的にチケット買っちゃったっていう人もね、いると思うんですけども、まあ多分ね、これもあるんでね、うん、ワンチャン3個、最短3個で当たる人はね、必ずこの日本の中で絶対出てくると思う。うん、わからんけどね。はい。まあ、もしね、3個で引いたよっていう方がいたらね、3.5 周年ね。ぜひとも、コメントください。絶対に返信しません。はい。でですね、このカイドウ、まあ、こういう感じで、まあ、来てたと。んで、カイドウで終わったやろと。うん。カイドウで終わったやろと思ったら、こいつ来たんだよね。うん。なんとね、超フェス3連弾と。はい。もう、渦巻きナルド連弾みたいな感じで、まあ、こう来ちゃったんですけど、まあ、でも、本当にやめてほしかったね。もう、こん時ね、多少なりとも笑ってたけど、内心、本当に嫌だった。もうなんでって言ったら、こいつ確定がなんと24万なんですよ。おかしいでしょ。はい。もう、24万での価値はない。はい。なので、夢ルフィに関しては、本当に復刻した際ね、マジでおすすめしません。はい。まあ、なので、まあ、こういう風にね、50個、ステップアップ回すと、このかけら集めてる人はいると思うので、まあ、このね、かけら集めてる人は、まあ、ぜひとも、まあ、引き続きね、ゲットするのはいいとは思うんですけど、マジでね、今から夢ルフィゲットする、もうマジでやめた方がいいから。はい。ということでですね、この24万の男が来まして、こっから、また復刻が始まってきます。うん、まずはですね、ビッグマムの誕生日の日に、マムが復刻と。はい。今年結構ね、誕生日という、うん、あそこに結構ね、焦点合わせて復刻が来てるので、まあ、今後もね、超フェスの誕生日の日、皆さんも警戒しまくってた方がいいと思います。はい。で、こちらマムがですね、1200個、で、チケット1万1000円ありと、はい、いう感じですね。うん、まあ、なんでマムに関しては、まあ、メダル作る、今ね、今の環境で言うと、一番最強のメダルになってるんですよ。それが何って言ったら7タグついてるメダルがついてるんで、まあこのキャラね、正直そのためにゲットしないといけないのかって言ったら、まあ別にそういうことでもないです。はい。まあとりあえず7タグついてるよっていう感じなので、まあ今後ね、違うマムが出てきたりとかしたら、このマムマムマムっていうね、この3つのメダルを合わせることができたりね、まあ最強だよみたいな感じになってくるとは思うんですけども、まあ今の段階ではそんな焦る必要はないです。はい。まあただ持ってて越したことはないかなっていう感じですね。はい、いうことでですね。はい、まあ、4500万ダウンロード、の、引き続いて、まあ、オデンが復刻してきたっていう形なんですけども、この時になんと、珍事件が、はい、これ何ですかという話なんですけども、1万1000円のチケットはあったんですけども、なんとダイヤ値上がりしました。これ確か1500個で確定だったんかな。はい。まあ、てことで、そうなんですよね。多分ね、これね、もしくは YouTube、まあ自分らやってるんですけども、おでんめちゃくちゃ強い最強キャラランキング1位にしてたら、もしかしたら値上がってしまう説、はい、あると思うので、次からの最強キャラランキングは、おでん最下位にしようかなっていう風にちょっと悩んでます。これは違う、これみんなのために、うん、おでんゲットしてる人のために最下位にして、いやむしろ県外
外にしてやろうかと。うん。まあ、多分ね、運営さん多分ね、分かってると思うんですよ。もうユーザーがこのおでん強い強いって言うとね、いや、ってことは値上がりしちゃってもいいからいいと思うっていうね、多分ね、会議とかしてると思うんですよ。はい。まあ、なので、あまりね、ツイッターの方でね。はい。まあ、おでんは強いですと。はい。ってことでですね、続いてなんですけども、こちらになってきます。全世界5500万ダウンロード記念チケットガチャということで、ね、黒ひげの復刻が来たんですね。はい。で、こちらの方はですね、なんと、780個でゲットできる。そしてチケットも1万1000円と。はい。いう形なので、780個まで下がってきました。もう、マーシャル・ディ・ティーチ、この黒ひげさんに関して言うとね、まあ、3.5 周年、新黒ひげ来るでしょうということで、さらに値下がる可能性が大。もう、むしろ78個でもいいんじゃないかと。はい。まあ、もうちょっとね、多分下がると思うので、このままね、下げさせて、皆さん下がったところで買い切りましょう。はい。まあ、なのでね、焦って黒ひげがね、今度復刻したからっていう感じで、まあ、引いていく必要はないかなと、はい、いうふうに思います。まあ、赤犬使ってんでね、どうしても大川七部会のサポートを作りたいんだっていう方はね、ゲットするのめちゃめちゃありです。はい。まあ、ということで、こういうふうに5500万ダウンロード記念に、T1 参戦と。うん。で、続いてがですね、なんと5月5日、早々に夢ルフィの復刻ですね。これはルフィの誕生日記念になってきます。うん。これは変わらず、24万の男ですね。はい。ただし、まあね、夢ルフィの時、こういうふうにかけらをゲットしてる人、うん、がいたと思うから、引き続きね、かけらをね、ガチャ回しながらかけらゲットして、みたいな感じをされてたと思うので、はい、まあ次はね、いつになるかなるやら、まあ年内また復刻あると思います、夢の日、さすがにね。うん。まあこれバンバン出していかないとね、このかけらで100、ね、ゲットしようと思ってる人って絶対いると思うから、うん、多分ね、あとまあワンチャン今年2回ぐらいあるんちゃうかなって、あ、まあ2回は言い過ぎ、あと1回はあると思います。はい。まあなんでその時ぜひとも頑張ってください。はい。で、この後に来たのが、そうです。ヤマト復刻ということで、ゴールデンファイナルということでですね。はい。まあ、ゴールデンウィークのね、まあ、終わりぐらい、まあ、終わりっていうか、だいぶ終わってるんですけども、はい。もう、ね、ヤマト復刻と、はい、いう感じです。もう、まあ、横知事ファイナルだよ、もう。はい。でことで、まあ、こういう感じでね、今のところこう来てますと。うん。ってなってきたら、まあ、今後気になるよねっていう話なんですけども、まあ、ちょっと戻ると、まあ、2.5 周年の話に戻ると、やっぱこれだよね。うん。ワンピースの日記念っていうのが一番のキーになってくんじゃないかなと。うん。まあ、こっから復刻ラッシュが始まると思います。はい。で、まあね、ロジャーからまあ始まって、光月、おでんが出てき、そして赤犬、そしてカイドウ、ここら辺、今来ていない、今年来ていない復刻のキャラたちが、まあ、来てくるんじゃないかなと、はい、いうふうに思います。うん。で、まあ、このワンピースの日にロジャー、そしてその後におでんが来た後、8月16日、赤犬の誕生日になってくるんで、ここで杯が復刻と。うん。で、カイドウはですね、とりあえずまだ来ていない。なんでって言ったら、多分ね、もう、なんでかわかんないんですけど、もう、カイドウとりあえずね、出してやれよと。はい。まあ、多分ね、出しても引かないだろうって思ってる方が多分いると思うんですよ。運営の誰かが。うん。まあ、なんで出てこないんじゃねえかなっていうふうにはちょっと思ってるんですけども、まあ、カイドウの復刻ね、多分 3.5 周年、まあ、来る前には続いてくると思うので、ロジャー、おでん、そして赤犬、そしてカイドの復刻が絡んでくるんじゃねえかなと。あとはですね、もしかしたらこちらのロジャーのところにみんなまとめてくる可能性も全然あると。はい、いう感じになっております。まあ、なのでですね、まあ、復刻で、まあ、今年とりあえず来てないのがですね、まあ、ロジャー、あ、ロジャー来ちゃったんか。ロジャー、赤犬、そしておでん、ティーチ、ユメルヒ、ヤマトはもう一回来た。来ていないのは、そう、カイドウになってくる。カイドウは間違いなく入ってくるでしょう。うん、っていう感じで、まあ予想しております。まあなのでね、このワンピースの日記念から、皆さんね、期待しながら、超フェスの復刻待っていったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ってことでですね、今回はこんな感じなんですけど、皆さんのためになれば、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。っていうことで、See you again!